憧れ第3週20時からはワロカー美人拍手が来るようになりました、ね、ありがとうございます、はい18時から21時45分までの番組憧れ、こちらのテーマは少し大人で美しい、うん毎週木曜日の夜を少し大人で美しい女性タレントがそれぞれの色でお送りいたします。はい、我々 MC を担当しますポークショップと申します。はい、よろしくお願いします。どうもポークショップです。ありがとうございます。そして竹本美奈美と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、会場がガソリンスタンドみたいな感じになってますね。はい、じゃあ憧れはですね、一番組30分、いろんな女の子たちのいろんな番組が見られるようになっております。はい、この時間第3週目の20時からワロカー美人ということで、柿本さん、はい、どういった番組でしょうか。はい、ですね、この番組はワロップのワロカー美人という、サイトとつながる番組です。ワロカー美人とは、ここワロップの番組に出演した女の子の写真やプロフィール、告知などを紹介するサイトとなっております。また今後はですね、そのワロカー美人からゲストを招いたり、この番組での企画がサイトに反映したりといった内容でお送りしていきたいと思っています。はい、なるほどね。はい、まあでも絶対分かってないですよね。分かる分かる分かる。だからなんかいろんな若い女が出てきて、ああだこうだ紹介してるってやつ。そんな下世話な番組ではないです。あ、そうなの。はい、もうちょっとまとまってます。簡単に言うとそういうこと。いやもうちょっと中身ある感じで。あ、中身ある感じでね。お送りしたいと思います。はい、これから今回2回目ですよね。はい、そうです。僕ら初対面ですけど、はい、今日最初で最後って伺ってるんですけど。最初で最後。そうそう、俺らそんな伺ってないですよ。本当ですか。僕らがなくなるってことですね。じゃあどうするの。好き勝手やっちゃいます。そうです、そうです、そうです。はい、今日はポークチョップさんと最初で最後なのでバチバチやってくれって言われてるので。あ、本当ですか。はい、じゃあ全力でやりたいと思います。それはもう、そうですね、よろしくお願いします。どうなんですかね、ギスギスしなきゃいいですけど、後半しないしね。後半になりつれて大丈夫です、大丈夫です。最初で最後なんで大丈夫です。そうそうそう、もう合わないしね。もう合わないし大丈夫です。逆に吹っ切れて、どんどん言っちゃって、どんどん言っちゃって、言いたいこと言って。そうそうそう、もう言いたいこともうバンバン言いますからね。私も言ってない。ちょっとあれですね、いや言っちゃいますよ。何ですか。ちょっと笑ってる顔が大吉さんに似てる。ありがとうございます。大吉さんに似てる。それでも褒め言葉だよ。大吉さんイケメンなジャンルだから。いや全然イケメンなジャンルだよ。じゃあこのね3人で頑張っていきましょうね。一旦 CM です。はい、教えて先輩、あなたの見解、ガールズトークワロップまとめ。イエイ。はい、ありがとうございます。はい、憧れ18時30分からの先物は若手女性タレントが出演する番組でございます。はい、彼女たちはまだまだ知らないことがたくさんございます。はい、そんな彼女たちが、他の番組のお姉さんにいろいろと聞いちゃおうというのがこのコーナーでございます。はい、直接聞けよって話ですね。はい、いやいや、まあまあでもこうなんかつながっててね、そうですね、最初の人からこう見てくれますから。はい、でまあ僕らね、さっきも言いましたけどちょっと初めてなんでね。はい、ちょっとだけ影本さんの聞きたいんですけど、はい、影本さんの正体が分かんなくて情報が多いです。アートディレクションっていうのやったり、モデルやったりとか。はい、柱はパーソナリティがいいんですけど、自分の中では格としてはラジオパーソナリティがいいなと思ってて、はい、はいはい、そっちの仕事を頑張ってるんですけど、はい、他にもまあ一応この事務所自体があのフォト活動っていうのに力を入れてる事務所なので、はい、まあ、モデルをやらせていただいたりとか、はい、あと下の後輩のアイドルのまあこうディレクションをして衣装を選んだりとか、まあ、そういうことを。なるほど、はい、仕事として。あんまり満足してないと。なんでですか。違います、違います、違います、違います。いろんな枝と葉っぱをつけて一つの大木を作り上げようと思って今頑張ってるんですよ。でも一番やりたいのはラジオパーソナリティ。ありがとうございます。いただきました、ラジオ MC。 生活のためにフォトをね、はい、いやいや違います。まあいろいろジャンルはやってるということですね。フォトディレクションって何なんですか。そのプロデュース的なことなんですか。いや、プロデュースはあのプロデューサーがいるのでそっちをお任せしてるんですけど、あの一応電子書籍とかを出させていただいてて、それ電子書籍、電子書籍、はい、それを出してるので、自分でそれ編集に携わったりとか。あ、なるほど。そういうことは、はい、してます。全然興味ないでしょ。あら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 、聞いてる途中から目線こっちでしてね今。あら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 、本当にそういうことで実績を出してるっていうことですもんね。そうですね、まあこれからどんどん出していこうかなみたいな感じですね。まだ発展途中です。はいはいはい、あんまりね境目があるんですよ。そういう関係者いるわって人いるんで。ああそうなんですね。私そういうのもやっててっていう人。ああそうなんですね。いや、それ影本さん違いますから。そう、実績があるで、ちょっと質問がね、そのさっき先物からいただいてるんですよ。はい、で、本日のテーマがですね、はい、20代のうちにすべきことと。はい、わー重たい。
はい、重たい、はい、バーン、はい、こちら、はい、こっちです、はい、で、まあ、聞いたら、はい、女の子に聞いたら、はい、ストレスの発散方法何ですかみたいな、うん、20代でストレス抱えてて、うん、でも発散方法が分かんないって言ってた、はいはいはい、もうね、貯めるところまで貯めればいいと思いますよ、おーっと、逆の逆に、はい、うん、でだって発散をどうするんですか、いや、ストレスを貯めて貯めて貯めて、うん、もう貯めるとこまで貯めるとストレスを感じなくなります、あ、逆に、はい、ストレーザーハイみたいな、はい、それはやったこと、やったことある、ストレーザーハイだね、いや、まさにそれでしたマジっすか、はい、そのストレスを感じ、なんかストレスを感じてて、はい、発散しなければいけないっていうふうに思うと、発散方法が見つからないことにストレスを感じるんですよ、でもどん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 イライラしてきますよ、いやいやいや、それがもう千人みたいな感じになってくるんですよ、感覚的に、やめてください、それストレスがなくなった瞬間に自分がふわってなって気づいたらもうなんかワイドショーに出てる、いや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 、そんな犯罪まがいのこととかはないですけど、そう、白黒つけない方がいいですよね、20代のうちはやっぱ我慢することを覚えた方がいいですよ、絶対に、いちいち発散してどうのこうのとか思わない方がいいです、はいはいはい、全てを受け止める、はい、度量を作った方がいいです、なるほど、我慢すべきと思います、いいってことね、はい、いいっていうか発散方法を聞いてるのに貯めとけっていうまあでもいろいろさっきもちょっとちらっと言ったのが、まあカラオケに行くとかも結構いい、あーでもつけ焼き場的な感じしません、あーそう、結局、まあまあね、なんか永続的な解決方法ではないじゃないですか、それって確かにね、だから本当に芯をついたっていうか、もうな、全てを分かったような感じですね、はい、もう全てを悟りを開いた全部溜め込んで無に無の境地というか、ストレス発散方法と、まあ、20代のうちにすべきことっていうテーマに沿ったら、はい、その答えがいいかなって、20代は我慢、とにかく我慢しなさいということだと思います、そういうのが柿本寂聴さんの、はい、やめてくださいよそんな悟ってないですよ、さすがに、もう、はい、で、あの唐の頃からの4000年前の唐の頃からやばいです、はい、その伝授したね、なんか唱えちゃう感じですよね、はい、でもう一個来てまして、はい、なんか言っておいた方が国とかありますかと、あ、難しいな、自分探しの旅とかでなんかツイッターで見たと、はい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 、そしたらなんかそれだったら私も行きたいって言ってて、うんうんうん、で20代のうちにまあ行っておいた方がいい国とか、いや、そんなにたくさんの国に私も行ったことがあるわけではないので、うん、あ、そうなんですか、なんとも言えないですけど、一番好きな国はタイですね、おー、はい、タイ好きなんだ、こいつタイ、はい、お父さん住んで、あ、そうなんですか、そうそう、18年間ぐらい住んでる、あ、そうなんですね、学生の時にもう全てが嫌になって、はい、タイに1ヶ月間だけ逃亡しに行きました、あ、逃げてんじゃん、ストレスから逃げてんじゃん、逃げたじゃないですか何よ、お姉さんずらしてすべて頼み込みなさいでてめえ20代の時お前逃げてんじゃねえかよ、じゃあびっくりですよじゃあね、まあそういうギャップもあるかなみたいなあ、そういうことね、はい、反面教師としてね、まあ、反面教師としてこんな人もいるよみたいな、でタイに行って修行僧になって、はあ、いや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 、微笑みの国で、はあはあ、いろんなスマイルをもらって勉強もらってまで日本で頑張るみたいな、はあ、また我慢するみたいな感じです、はあはあはあ、なんか経験したんすかタイで、いやー、何も別に経験はしてないですけど、ショッピングとか、いやでもなんかやっぱり日本とこんなに時間の流れ方が違うんだなっていうのを一つ学んだというか、その時差とかじゃなくて、まあ、人の暮らしとかもそうですけど、やっぱり暑いのでこう昼間よりも夜が活発になったりとか、 そこで感じるこうエネルギーとかをいろいろもらったかなっていう感じはします、はい、もう自由ですからタイは本当に、そうですね、法廷の国ですもんね法定速度出せるだけって、はい、そう、バイクも二ケツでヘルメットかぶんないですし、そうですか、飲酒はコップ2杯までですからベロベロに酔っ払ってもこんぐらいのコップ2杯までですって言ったら大丈夫って、そうなんですよね、いい国ですよ、まあね、ある意味ね、いい国ですよね、本当にあそこは、他行った国とかないですか、他はもうアジアばっかりで、あと台湾とか好きですけど、はいはいはい、近いですけど、あんまり飛行機好きじゃないんですよね、あ、なるほどね、はい、苦手なんですよ、すごい、俺も無理ですもん、体痛くなっちゃって、はいはい、体が痛くなっちゃって体痛くなっちゃって一緒ですね、一緒ですか、本当に30超えるともうそうなってきますね、あ、そうなんですよ、いや、そうだからさっき20代のうちにって、このさっきの先物で、はい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 、こいつが、いや、みんな20代のうちにストレッチしとけっていう話を、あストレッチ今何十空でしたっけ、あなた
三重苦です。三重苦、はい、下半身に全部集まってんだよね。そうそうそう。膝とかが痛い感じですか？そう、関節水腫、足底筋膜炎、座骨神経症など3つ抱えてますから30過ぎてそれになったからあ、それ体重とか減らさなくて大丈夫なんですか？そうですね、体重減らさないとダメなんですよね。あの足底筋膜炎っていうのは自分の体重が支えきれなくて悲鳴上げてるんで、はい、基本はね、そう、鍛えないといけないっていう。そうなんですね。はい、ストレッチしないとやっぱり足もむくんでしまいますので、はい、20代のうち今おいくつですか？29でギリギリ20代。あ、ギリギリ20代。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。じゃあまだ、いつからこういう仕事やってるんですか？遡れば小学校3年生ぐらいです。やば、早っ。はい、辞めたりもやったり、辞めたりやったりだったので。じゃあ子役とかでなんか出てたりしてたんですか？CM とかやってました。なんかアニメのこうおもちゃとかの。アニメの。ああ、はい、すげえな、大先輩。いやいやいや、ね、でも途中で辞めたりとかしてるんで、舞台とか逃げちゃってるんで、先輩もそうもないんですよ。紆余曲折あってのですね。はい、そうなんですよ。いっぱいストレスありそうですね。いやいや小さんから始めるとね、なんかそれこそいっぱいストレスありそうですね。もう感じすぎるとストレスかどうかもわからなくなるっていう。でもタイ行ったからいいんじゃない？なんか子役でほら、可愛い子は大人になるとさ、ちょっと変わるな、いろいろあるし。はい、何を言ってんの？いや、まあ、あんま言っていいかどうか分かんなかったからさ、そのほら、ちょっとコンビで話し合っていきます。はい、いろいろある。ちなみにポークチョップさんは結成で何年目なんですか？8年です。あ、すごいですね。何がですか？何がですか？何がすごいですか？何がすごい？仲いいんですか？なんかさっき裏ですごい離れたところに2人がいたので、はい、なんか私仲悪いのかなって思って、いやいやいや、正直どうしようって思ってたんですよ。いや、本当にでもそんなことですよ。これね、はい、これね、俺いつも言われるんですよ。言いたいのが、男同士でじゃあ楽屋でも、おめえさってベタベタしてるの気持ち悪い。ただのゲイでしょ、そんなの。いやいやいや、この間ご一緒した小渕さんが結構べったり目だったんでなんかコンビってそういうもんなのかなって思ってたら、2人ともめっちゃ離れてたんで。いや、もう単独ライブっていうのがあるんで、それに向けて毎日ほぼほぼ会ってるんで、バイト以外は。夫婦と一緒です、もう熟年夫婦。そうなんですね、でも知り尽くしちゃってるんですね。そうです、そういうことにしておきましょう。はい、ワロップのまとめでした。ありがとうございました。柿本さんの百問答続き、はい、ということで、はい、ありがとうございます。このコーナーでは柿本さんのプライベートなことを聞いていきたいと思います。はい、ジャンル問わずランダムに質問を100個用意いたしました。はい、前回途中で終了してしまったので、今回は続きとなります。はい、リズムよく聞いていくので答えていただければいいのですが、途中、はい、篠井くんが答えに対しもっと深く聞きたい場合、はい、じゃあ拒否しますので、はい、さらに掘り下げたトークをお願いいたします。はいはいはい、お願いします。はい、うん、じゃ、気になったら拒否するそうです。ジャンル問わないんでしょ？ジャンル問いてないですね。エロいのはありますか？なかったですね、残念ながら。はい、はい、じゃあ手挙げません。いや、本当ですか？ごめんなさい。じゃあリズムだけ意識で、リズムだけ意識で、はい、意識してね。じゃあ、はい、早速始めましょうかね。はい、それでは、百問答スタート。おすすめのお店を教えてください。松本清志。はい早い早い、ちょっと1問目ですけど、なぜシンプルにそこしか思い浮かばなかったいや、別におすすめ、まあ松本清志はおすすめられなくてもみんな行くから、うん、はい、大丈夫です。はい、わかりました。スピードアウト、まあまあ、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょうじゃあ行きましょう。柿本さんに百問答。はい、好きな街はどこですか？銀座。通信簿には先生から何と書かれましたか？友達と遊びましょう好みの男性のタイプは？おおらかな人です。生きているうちにこれだけはやっておきたいということは？世界一周旅行。人生最大のピンチはどんなこと？いや、授業参加の日に忘れ物をしたとき。はい、はい、ちょっと待ってください何を忘れたんですか？リコーダーの発表会の時に、はい、発表をするときにリコーダー忘れちゃったんですよ。できないじゃん。だからもうエアーです。エアーでやったエアリコーダーしかそれ先生がエアーでやれって言った？いやいやいや、違います。先生に忘れましたっていうのも言えなかったんですよ。親がいっぱいいるから恥ずかしい。一人一人発表じゃなくて全員やってたから。そうなんです。なるほど、エアリコーダー、エアリコーダーで、はい、はー。それでも自分の親も来たでしょ？来てたと思いますけどよく覚えてないです。帰ってから何も言わない多分言われたと思いますけど、なんか忘れてしまったっていうもショックが大きすぎて前後はよく覚えてないです。前後覚えてない。前後はもう抹消しました。はい、すごいね。なるほど、じゃあ行きましょう。続きいきますよ。じゃあ第7問目からいきます。柿本さんの100問答スタート。
男性に生まれ変わったら何をしたい？ナンパ。丸一日オフだったら何をしますか？寝てたいです。あだ名はありましたか？アミちゃん。自分を動物に例えるなら？多分猫だと思います。よく見る夢はありますか？川で溺れる夢。ドラえ、はい、川で溺れる夢、はい、ちょっと大丈夫わかんない、大丈夫かな、なんかどういうことですか？柿本さん危ねえ人っすか？いや、なんでですか？なんで、いやこの何分間、何分間かストレスの話から、前回のストレスの話から、タイに逃げた話から、先生に友達と遊びましょうって言われたりとか、前歯ぶつけていた、川で溺れる夢とか何をやってるんで、動揺しすぎでしょ、ちょっと全然普通の人です。いやでもちょっと夢占い気になるね。ちょっとね、怖い人に見える。いやなんかすごい汗っかきなんですよ、私。はいはい。で、汗かいてる時にいつも川の夢とか、なんか水関係の夢見てることが多いんですよ。あ、そう。以上です。はい、こちらもその知識がないんでね、結構水関係って怖い気がするんだけど。はい、じゃあ続いていきますよね。はい、柿本さんの100問答、12問目。はい。ドラえもんの道具で欲しいものは？どこでもドア。占いや風水などは信じますか？ぼちぼち。後悔してしまうほどの嘘はついたことがあれば、どんな嘘だったか教えてください。ないです。あー、ない。東京の好きなところは？微妙。東京の嫌いなところは？微妙。仕事が終わってすることは？化粧落とします。最近気になるニュースは？葛西臨海公園のマグロの話。はい、すみません。俺それもちょっと気になった。気になりますよね。何それ気になったけど。葛西水族館のマグロってすごい有名じゃないですか。はいはいはい。初めて回遊魚のマグロを飼育に成功したのが葛西の水族館なんですけど、そのマグロが謎の死を遂げてるんですよ。で最終じゃダメじゃん。意外とびっくりしてくれてる。いやいや、だってそ初めて知っそうで、なんか葛西の水族館と言ったらマグロだよねっていう、もう看板だったのに、それが2匹になったりとか1匹になったりとかして、どんどん死んでて、今も多分解明されてないんですよ。だけどニュースって一番見たい時にやらなくなったりするじゃないですか。だからどうなってるのかなっていうのが結構続きが気になる。はい、なるほど。それ本当の話ですね。なんで嘘だね。電子書籍でやったわけじゃない。いや、やってない。作らない、作らない。ライターとかしてないですから、私。じゃあ続きいきましょうかね。はい。柿本さんの100問答、20問目。はい。理想のデートコースは？本屋巡りかな。今まで一番笑ったことは？特に覚えてないです。中身はそのままに、過去の自分に戻れるならいつ？戻りたくないです。一番影響を受けた人物は？お母さんって言っとく。初めて人前に立った時の気持ちを教えてください。熱い。言われて嬉しいことは？偉いね。所属事務所に一言お願いします。はいはい。なんでないんですか？なんで所属事務所に一言言えないんですか？ありがとう、はい、ありがとうでよかったね。ありがとうでよかったのよ。そうよ。いや、なんか言えって言われた時はもう批判しなきゃいけないっていうのが刷り込みとしてあるので。はい、なんで批判しなきゃいけないんですか？所属事務所はなんで批判しなきゃいけないんですか？なんか文句かなと思って。なんかあ、そういう振りかと思って。そういう振りかと思ったんですよ。いや、でも、マネージャーさんありがとうございますとか。そうですよね。ありました。そうですよね。ここだけやり直しときます。はい。一回。じゃあ柿本さんの100問答を続き、25問目です。はい。所属事務所に一言お願いします。いつもありがとうございます。はい。何？本心でお願いします。なんで？本心でしかないよ。あ、そうですか。あ、そうですか。はい。じゃあもう一回聞いてください。もう一回聞いてください。はい、じゃあ、はい、柿本さんの100問答25問目です。はい。所属事務所に一言お願いします。いつもありがとうございます。あ、なるほど。海外で気になっている場所は？ブラジル。いい女とはどんな女性？我慢できる人。いい男とはどんな男性？気が長い人。桜の思い出はありますか？ないです。学生たちの春休みの過ごし方のおすすめを聞かせてください。いろんな場所に行ってください。この時間が一番好きということを教えてください。トイレの中にいるとき。はい、はい、どうぞ。どういうことですか？なんか落ち着きません？自宅のトイレって。それは落ち着きますね。はい、確かにね。はい、で、そこが一番好きなんですか？わかんないけど、なんか一日振り返ったときそこかなみたいな。なぜトイレで振り返るんだ？
いや、トイレっていう空間は意外と冷静になる場所なんですよ。それはなんとなくわかりますけど、それはだって一番ほら、あの書籍とかソファーの上とか、うん、そういうとこでもいいわけじゃないですか。でもソファーの上とかに座っちゃうと誘惑がいっぱいあるじゃないですか。でもトイレの中って誘惑ないじゃないですか、基本的に。だからすごい集中力を発揮してるんですよ、実は。それ人はこっち集中してるだけでしょ違う、もう体はそれに集中していただいて、頭は他のことを考えられるんですよ。へー、ほら、関係からうーん。いや、わかんない、わかんないです。わかんない、わかんないですよ。なるほど。大体だってね、もったいない。人生の3分の1ぐらいはトイレ行ってるはずですよ。もっと有効活用した方がいいですよ、絶対。スマホいじってます、スマホもったいない、もったいない、もったいない。何もない方がいいってことですか。いやいや、いろいろ考えた方がいいです、絶対。だから、漫画本とか置いてあるんですけど、スマホも持たずに、うん、いや、漫画本とかやめた方がいいですよ。風水的にアウトですよ。風水信じねって言っただろうが。違う、めちゃくちゃじゃないかよ。ぼちぼちって言ったし。だってそんな気にするんじゃん。風水、すぐ風水出てきたから。だからぼちの、ぼちぼちだから、それは気にしてることです。そこだけ気にするの。なんでなるほどね、じゃあまとめんの。そこだけ気にする。わけがわからん。その後の段取りあるから。トラウマがすごいんだよ、さっきからこれ聞いてると。まあでも、まあ今日はとりあえず31問。はい。ということで、さっきので最後で、まあ、拳の時35いったらしいんですけど、本当ですか。もういちいち止めるからこういうことになるんじゃん。いや、結構我慢した。いや、多分所属事務所、俺結構我慢した。変なとこいっぱいあったよ。だから所属事務所の、所属事務所のとこがね、下りがちょっとしつこかったよね。長かったから、うん、いや、下り、じゃあさっさとありがとうって言いなさいよ。なぜ黙った。すっとね、すっと言う。そりゃ聞きたいよ、そりゃ、こっちは。思い浮かばない。事務所はーなんて黙ってるからさ。え、じゃあサンミュージックさんでなんて言うんですか。サンミュージックさんに1、いつもありがとう。100点ですね。そりゃそうですよ。はい、じゃあ最終前、最後ありがとう言っときましょうか、秋元さん。はい、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、はい、ワロカワ美人エンディング。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最初で最後ですけども、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これからも頑張ってください。いろいろ来ましたが、20代のうちにやっとくことは、ストレス発散方法は貯めるとかね、はい、我慢を覚えてください。とにかくということはね、いろいろ教えてくれましたから、はい、ありがたいですけども、じゃあ柿本さん、告知などあれば。あ、毎週水曜日の7時半からこうワロップ放送局で柿本みなみのしゃかりき卵という番組をやっているので、はい、それを聞いていただければと思います。あとはもうブログとかを地味にやっているので、そちらの方覗いていただければいいかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕たちもね、せっかくだからちょっと単独の告知をね。あ、はい、ぜひぜひ。ちょっと僕たち5月6日にですね、新宿のバティオスというところで、夜の7時から、単独ライブやりますんで、1500円でもしやってますんでお願いします。お願いします。来てくださいよ。あ、行きます、行きます。お金払ってちゃんと。いやいやいや、お金は大事。いやいやいや、ちゃんと払ってくれるなら欲しいから。もちろんもちろん。いや、もうお金をもらいましょう、もらいましょう。いやいやいや、もう、いや、もうせっかくのご縁なので、今後はね、拳とかこうね、続くんだったら関係者でいいですよって。もう会わないんで。そうですよね、そうですよ。ちょっと割り切らないと。単独で会うじゃん。そう、その時だけ。いやいやいや、せっかくお会いしたご縁なので、これから応援させてください。ありがとうございます、ありがとうございます。ネタ1個ぐらいちょっと最後見たいんですけど。ネタ1分ぐらいでまとまってできるやつないですか。うわ、すごい。なんか股間がどうこうとかいうネタやってたじゃないですか、YouTube で。股間がどうこう、股間がどうこう。じゃあどうします。簡単な短いの、最近できた風俗店員の挨拶っていうのある。あ、見たい。あ、風俗店員の挨拶。はい、わかりました。風俗店員の挨拶、ありがとうございました。あ、お疲れ様です。いや、結構入ってますよ今日。ちょっとやめてください、ちょっとやめてください。っていうのがあるんですけど。これは風俗店員の挨拶っていう。ごめんなさいね、今。いや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 、こういうのが今度のライブで見られるっていうことですよね。下ネタライブと思いました。このお笑いって共感すると笑いが起きるってことは、ここにいたお客さんたちはもうその辺の人、界隈の人っていうのが。いや、違うよ。気使って笑ってくれたんだよ。あ、そうなんです。大人の対応してくれたんだよ。はい、はい、でですね、こちらのワロカワビジンはですね、毎週木曜日の20時間の放送になっております。はい、スタジオでのご観覧もできますので、ぜひお時間あるときはこちらワロップスタジオに遊びに来てください。遊びに来てください。次回ワロカワビジンは4月30日となります。それでは皆さん、次回までさようなら。バイバイ。また来週。